長浜城の所在地長浜城は、伊豆国田方郡西の浦章長浜、住所にあった日本の城。現在まで戦国時代の海賊城の遺構を多く残していることで知られる。国の史跡に指定されている。築城された時期をある程度特定でき、水軍の根拠地という目的が建築当初から固まっていたことなどから、中世の城郭を研究する上で、 一定の価値を認められている。長浜城市の小山を、西から、長浜城市から、内浦湾と富士山を望む。左が、長い先、その奥が三枚橋城のあった沼津市街地。中央左の島が淡島。長浜城が築城されていた沼津市の内浦地区は、駿河湾が奥深く入り込んだ、奥駿河湾と呼ばれる海域に面している。奥駿河湾の最用部はさらに、 江浦湾と内浦湾に分かれているが、長浜城は、内浦湾の海岸に面して築城されている。長浜城の西側には、長井崎と呼ばれる岬があり、また城の北側には淡島がある。長井崎と淡島に囲まれた格好になる、長浜城周辺の海は、風雨波が遮られるため、波が穏やかであり、しかも海岸線目の前で、数メートルの水深となり、15メートル地点で、 水深15メートルとなるという海が急に深くなる地形であり、船の停泊に適している。長浜城が面している奥駿河湾が急に深くなっている理由は、駿河湾がプレート境界に形成された湾であることによる。海が急進であるとともに、陸地も平地に乏しく、大きな河川もない。したがって産業としては古来漁業が中心であった。なお、明治末期以降、 内浦周辺では、未完類の栽培が始まり、美孔埋め立てなどの現地形の大幅な改変が進んでいる。長浜城付近でも海の埋め立てが行われた。また、長浜城は、北端城山から西北西に伸びる稜線の先端部で、内浦湾に突き出た標高約33メートルの岬という地形を利用して建てられた。長浜城がある岬は、ナは城山で、 長浜地区と重須地区が上域を境としている。長浜城のある長浜、住州を含む西の浦7カ所は、15世紀末に、北条総雲が伊豆を領国として、以来北条氏の直轄領であり、大官が任命されるとともに、現地の土豪が統治に当たっていた。重須については、在地の土屋氏が支配し、長浜にも影響力を及ぼしていた。長浜には、 昭屋として、大川氏がいたが、ご北上氏の衆院上に、西の裏の百姓大川兵庫という表現があり、武士ではなかったようである。また、駿河湾に面することから、水運の拠点として機能していた。この時期の長浜上域の利用については不詳であるが、縄張りや湿土物からは15世紀後半から16世紀前半に、かけて、取り出程度の構築物があったのではないかと、 考えられている。また、この構築物について、家長従うつぐは、重すの土足によるものである可能性が、相対的に高いのではないかと見ている。この地域が、戦略上重要な拠点になったのは、同盟を結んでいた武田氏と、ご法上氏が関係を悪化させ、1579年に、武田勝頼が、両者の国境近くの沼津に三枚橋城を築城し、9月には、 おおむね完成したことに始まる。これに対抗して、北条氏政は、伊豆の主要拠点である、ニラ山城を守るため、武田市との国境を守る城郭の整備を進めたが、特に、駿河湾から上陸して、ニラ山城へ抜けるルートを抑えるために、海岸沿いに、長浜城と獅子浜城を築城した。長浜城に関係する、初見資料は、同年11月7日、 五法上氏の武行集で西の浦地域の大官を兼ねていた安藤良政が長浜に船係かり庭を不審するため長浜近隣の寄付の百姓中に労役の負担を命じた文書である同文書では城の名は確認できないものの五法上氏が長浜おもす一帯を駿河湾内の重要な軍港であると認識し始めたことが伺われる12月には長浜に 江戸法上市の船大将である、梶原慶州を配置するための準備が行われている。また、江戸時代初期に記された、軍機物、法上五大機によると、梶原慶州親子をはじめとする六名の船大将が、長浜城の西側の重す裏に居住し、軍船を十層作ったとの記述がある。翌1580年4月には千本浜沖で、後に、駿河湾海戦と呼ばれた。 大規模な海戦も起こっている。この海戦の勝敗はよくわかっていないが、その後も駿河湾を挟んで、武田水軍と北条水軍は小規模な小競り合いを繰り返しながら睨み合いを続けた。この緊張状態は1582年3月に武田氏が滅ぼされるまで続いている。武田氏滅亡後に駿河の支配者となった徳川家康は一時期を除いて、 ご北条氏とは友好関係にあったために、長浜城は軍事上の重要拠点という位置づけを失った。おもすに駐留していた、梶原慶州は1583年に、小田原に邸宅を購入していることから、この時期にはすでに江州を離れていた可能性がある。1590年、豊臣秀吉によるご北条氏攻撃の際には、二良山城の枝城として、 長浜城にもそれなりに兵力が配備され、地元、長浜の土豪と見られる。大川兵庫が城の守備を命じられたが、武田氏と争っていた時期のように水軍拠点としての扱いは受けなかった。実際の豊臣軍の進行時に、長浜城がどう対応したかは不明である。追記時期、終焉時期の明確な記録は不明であるが、ニラ山城海城と同時期に廃城となったと見られる。 1937年から上司は別荘地として利用されていたが、1965年以降は利用が減少し、樹木の倒木、草木藩も等により荒廃していた。さらには周辺の開発による城郭移行の滅出も懸念されたため、沼津市は史跡指定を前提として1985年に長浜上司の詳細分布調査を実施した。 全国的にも良好内存状態の移行であるという、同調査の調査結果を受け、沼津市は1987年7月20日に、国の史跡の申請を行い、翌1988年5月13日文部科学省告示により、答申を受ける。1991年の時点で、塩害により、業界岩を主とする、上石基盤の風化や、土類の悪化も進行していたことから、 沼津市は保存整備整備のための史跡のいう地下事業を1991年度から1994年度まで実施した。いう地下事業での土地買い上げ面積は4年間で12,958.48平方メートル、費用は1億6,926万円であった。その後の2002年度には土地所有者の同意を得て未着手だった。 タクドメリン部分の調査を実施。その調査結果を受けて2002年7月29日に追加指定を申請。同年12月19日に文部科学省により答申を受けた。この追加指定を受け、2003年度から2006年度まで事業費約2億221万8000円を投じて2359.47平方メートルの高有地価を完了している。 整備工事は1997年度に策定された整備基本計画及び翌1998年度策定の整備基本設計に沿って発掘調査と検討を繰り返しながら事業設計が進められ2001年に現地工事を開始。工事は乗り面補強集計工事、長浜川外ダンス広場整備工事、移行展示エリア整備工事、 おもす川外ダンス広場整備工事の順に進められ、2014年度に完了した。2015年5月24日、史跡公園開園記念事業として、開園記念式典と長浜城北条水軍祭りが開催され、約2000人が来場した。1985年度の長浜城跡、詳細分布調査により、それまでは別荘地取り壊し後に放置されたことにより、 完全としなくなっていた車の配置等が明らかになった。上席は土イを持つ第一車第4車と小規模な車群からなり、これらは L 字状に配置されている。各車間には掘り切りが設けられ、山側に沿って土イを巡らせている。標高34メートルの最高所にある。面積は591.01平方メートル。 北西南南東側に土塁がある。面積は665平方メートル。長浜城跡で一番広い車で、南北30メートル、東西15メートルの長方形の南側と西側に、幅3から5メートルの土塁が築かれている。1985年度から2010年度北条氏は、水軍の切り札として、木の国出身の海賊であった、梶原慶州を、 北条水軍の大将として迎え入れている。1579年12月付北条氏の衆院上に、慶州が長浜に派遣された記載があるが、慶州は当時畑竹船を北条水軍に導入して、大佐富氏との戦いで戦果を上げており、その実績を評価され、駿河湾に進出してきた竹田氏に備えた派遣とされている。五百八十年に北条水軍と、 武田水軍との戦いが始まる。江戸時代の北条五代記、武徳変年修正に北条氏優勢で伝えられているが、北条氏検証で書かれているものであるため、その内容の真偽のほどは定かではなく、実際は決着はついていない。武徳変年修正によれば、同年3月15日に武田水軍を迎え撃った北条水軍としては、梶原慶州、その子梶原兵部、 大輔、清水越前、富永佐兵、山、住次郎、松下三郎左衛門、山本品の上人らの名前がある。北条五代記によると、北条氏直が、伊豆の国にて軍船を十艘を作り、畑と命名したという。上の矢倉には侍五十人、十五軒前に板を立て、鉄砲玉が貫通しない程度に、無垢の木板で左右を囲い片側に、矢倉二十五丁。 両側に合わせて50丁、船先に大砲がつけられている。下の木座橋には水州50人がいた。地元の漁師州の船が戦いに転用されたと言われている小さな船でスピードを出し素早く、相手に近づき敵船に乗り込む際に使用する。2015年5月24日の出席公演の開演の際に行われて以来2018年まで、 毎年1回開催されている。2018年開催の第4回には約4000人参加した。祭りの中で小田原北条鉄砲集保存会や小田原北条手作り甲冑隊の参加や会場からの文化財、ツアー、水軍集のなどのイベントを実施している。ありがとうございます。